どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望大使 with パープキットシーズン4長尾影虎編、続きをやっていきましょう。というわけで、前回言っていた通り、江戸城とあとは大田原城の2方面作戦で今回はやっていこうと思います。というわけで、先生報告。なぜかね、武田と通商協定結んでいるんですよね。我々の勢力がいる限り通商協定結んだとしても何ら商業の介入できないですよ。刃と筆、双方使いこなさねば乱世は渡れぬ。まずは筆を持って北条に挨拶しようか。何、そういう文通やっているだけかな。しかも、こっちはこっちで佐竹義重に対して、恨みを抱いているという。まあ、あれだな、上杉と戦ってもどうせ負けるって、もうだいぶ痛めつけられているな、お互いな。精神的に。でも攻めるのは北条ですよ。この戦、はい、では江戸城攻めの舞台はこの2万で行こうと思います。北条が兵力が1万8000なんで、それとほぼほぼ同等、まあ同等とはいえこちらは国衆将兵があるんで、最大で2万4000ぐらいまでは膨れ上がるかな。で、あとは工場兵器も持たせております。まあ城的にはね、ちょっとね、まあ、前線出しすぎるのもちょっと怖かったんで、まあ清水さん裏切らないかな、大丈夫だよな、木曽さんとかもいるし。で、あとは剣聖様とかもいます。宇佐美のじいちゃんも元気になったようなんで、小田城から出しています。だから行こう。対面どうしようか。先方ゲージ増加、ヤシャー羅刹もよくわからんからな。足軽精錬とか農兵とかこの辺とかもやった方が良さそうだしな。使うのは微妙に違うんだ。まあ、どっちもいけるんですよね。まあ、ちょっと置いておこう。皆の者、我に続け。さすがにこっからどうこうしてこないでしょ、佐竹さん。ただ北条が動かない、駆けつけるのには時間がかかると。硬いからね、ここで一発かまして兵力を減らした上で戦いたいのに、相手は来ないだと。報告いたします。表情を行う。もしくはこちらが力攻めしていて疲弊したところを狙うかもしれない。あかりごとならばお任せ。あ、いいね。商業ね。ポイント重視で行くんだったら、あ、10秒よりかこっちの方かな。これにて表情を終える。ああ、結構遠かったんだ。梶村新設すら私やっていなかったんだ。まあ、通りで鉄砲少ないなと。石膏ね、なかなか使わない全部対面のために温存してばっかりだもんな。じゃあぼちぼちこっちも攻めますか。2175、兵力4000ぐらいで編成してみたんですがね、総大将山上さんですよ。一門ここにいるんだから、姉上の方が大将になるんじゃないのかな。しかも、自動で編成しても成田来るしな。あ、でも餓死昇誕なんだ。じゃあ、この4000の舞台で大田原行きましょう。あんまり兵力出しすぎてもね、米が心配になります。で、こっちが心配だな。打ちやす来ないな。この状態で江戸城ですよ。127持たないと思うな。まあやるだけはやってみよう。あとこっち出てきてくれるかな。2500まで増える。で、集結待ち。小田城とか烏山には兵力は多少は残した。八代さんとかいらないな。
撃って出てくる気配なし。行くぜ。一旦目の前に置いといて、で部分騎乗させよう。一部隊引かせるんだったら織田城あたり成田引いてもらおうかなんかちょっと怖いもんな。もしくはここら辺引かせようか。これで戦闘員になる。待機します。で待機させといて、報告いたします。一応内政もね、ここら辺も進出は1は。やっといて、あとは米かな。あんまり増えない。あ、来た来た、義明か。じゃあここでもう一丁、国衆将兵の重ね掛け。義を示す。一回切れてしまったんで、これで180日。でさらには我が義を示す。農兵まではしなくていいかな。あんまりやりすぎてもせっかく貯めた対名ゲージを使ってしまう。手を打ちましょう。じゃあこれでいきましょう。150残している。皆の者、我に続け。先方ゲージの増加速度上昇。義明が来るってことは義重さんいないでしょ。6部隊、1部隊400。まあ兵力は我々の方が優勢だがね。2部隊ずつで分かれて戦おうか。もしくはまたどちらかに罠を固めておくとか。これじゃあ金は置けないし、じゃあこれでいいかな。こうするともう目の前になるんですよね。参りましょうか。以前はおとり部隊としてこき使った義明が今回は相手。始めるぞ。ゲチ、覚悟は良いか。ご命令くださいます。皆さんどうかお気をつけて。でこっちは姉上と成田さんと加藤さんとで千坂さんで、相手の部隊は見えた。大将はそちらにいるな。で正樹とか佐竹さんとか、ぼちぼちか。やりたい。ご命令を。まあまずは別動隊から戦おう。ご命令くださいませ。始めましょう。全滅じゃないとダメだもんな。始めるぞ。ゲチ、どうした。混乱を起こして佐竹に下る。宮城が寝返るなんて。しかもこれで千坂隊回想。さらには沼攻略ね。なかなかやるではないか。でさらにはおとり挑発。千坂さんの救援に向かおうか。敵の居所をつかみました。やりたい前へ。やりたい前へ。千坂さんがなんとか回復するまではこらえよう。我が覚悟お見せしよう。だが相手の大将が渦耳にはまる。やりたい前へ。よし回復した。ご命令ください。始めるぞ。千坂さん魚でなんだ。やりたい前へ。これほどと。我らが敗れると。よしよし。でこうかな。大将がやられることはないだろう。ご命令ください。始めるぞ。義明を倒すのは一番最後。
で、魚では、あ、それだけ入るんだ。掴んだ勝機逃しはせぬ。なんだ、初っ端から副将に裏切られるという失態を犯したが、やりたい前、今は引く。我らが敗れると。でこうなっても義明は狙いたくはない。始めるぞ。やりたい。大田原を落として佐竹とは講和。これほどと。あ、よしよし、離れていく。覚悟してもらおう。これほどと。相手は陣の方に交代するのかな。やりたい。じゃあ追いかけよう。皆さんどうかお気をつけて。こっちももういけるでしょう。前。まさか我らが。いろいろ策を弄したつもりだったがな。覚悟してもらおう。やっぱ向かってくるな。負けるとは。メッセよ。油断したか。やりたい。なんかだいぶ病んでいるのかな、義明さん。皆さん、これからも私を支えてください。さすがです、姉上。ふう、でも811。かたじけない。で、イロベさんになっている。この戦、よしよし、星はもらったぞ。で、ここまでかな。なんで交渉の講和は。でこっちは江戸城攻め。兵力3000もいるのにね。まあだからこそ守りに入っているけど、牢城っていうのは援軍が来るからこその牢城であって、何にも動かないもんね。岬とかこの房総半島とか。江戸城と熱海岬も落としたいかな。それで房総半島だけに北条は残しておいて、で次に八方攻撃。53人か。よしよし、佐竹と和議を結んだ。国衆将兵便利だよね。あまりにも兵力が多すぎると相手って出てこないけど、例えば同等ぐらいだったら撃って出てくるでしょ。でそこで国衆将兵でこっちが兵力のアドバンテージを取ることができる。先月の終始です。なんかちょいちょい引き抜かれるんですよね。なんでここいらでちょっと感情を送っておこう。のりまささん、あえて放置する。今ね、沼田は生産拠点に切り替えているんで、もうのりまささんだけ残しているんですよね。ここであえてこの黄色の状態を保って、こいつ謀反しないかな。かたじけない。一旦こうやってみよう。ことじけなし。かたじけない。ああ、真田に喧嘩打っちゃう人だ。すまねえな。かたじけない。かたじけない。あと4枚。すまねえな。片付けない。片付けない。ああ、のりまささんごめんね。もう恩賞切れちゃったよ。真っ赤になりそうだな。一応ね、工作もかけてはいてもね、言うてこう有効っていう人がいないんですよね。もっとこう強い武将、真田家だったらよかったんですよね。マサテルは引き抜いたものの、穴山さんとかな。もう行ける。あ、で志論議かな、その辺の政策でちょいちょい取ったんですよね。救世主、ちゃんとこの関東の地に安寧をもたらしているんだろうか。火種ばっかりばらまいている気がする。ちょ、見ていこうか。従属に応じやすくなる。江戸城落ちないかな。米もね、心配でね。あと26。まあいい、9月になれば米は入る。やっと動いたこいつら。しかも1万4000か。皆の者、
悪に続け。腰を上げるのが遅いことで落ちる直前になってようやく救援か。皆の者、悪に続け。出し身を惜しみはしないと。いいんですよ、こっちもね、国衆翔平とあと足軽精霊もね残っているんで迎撃準備はできておるわ。もともとそのために江戸城を攻撃しているんだ。一応ね、もう市議はちょっと一回落ち着こう。あのここら辺取ったらね、ちょっと相手してあげるからもうちょい待ってくれ。いいんだぞ、これも発動してやってもいいんだぞ。我が義を示す。さらに長槍戦法を取って無兵装の攻撃力も上昇しているんだぞ。一月持てばいいから、お金とかも温存でもいいし、一旦置いておこう。海渡る間に来るん、落ちるんじゃないのかな。皆の者、我に続け。何回戦意上げているの。けどこうやって海通ってきていますがね、ここの房総半島を支配していた里見氏が結構北条に抵抗していたっていうのも、彼らが水軍が強かったんですよね。もちろん北条も水軍はいますが、それ以上に里見水軍っていうのが優秀で、あのこの辺に対して略奪を仕掛けまくっていたんですよね。それでだいぶ嫌がらせをしていたんで、いるよな。いるわ。あ、ギリギリ間に合ったって感じかな。もう勝ち揺るぎないっていうしな。逆に何しに来たのっていう雰囲気出ているかもしれない。もう何度来たって変わらないし、兵力増えるし、こっち強いし。ほらほら、1万の差があるんですよ。まあ、こっちはこっちでここ落とした後岬取るつもりなんで、ここで一回またボッコボコにするのもありか。強さってどんなもんだろう。ああ、もう120、103。いいね。前、佐竹攻めていた頃は、まあ、100とか、まあ、90とか、まあ、100とか90ぐらいが多かったんですが、まあ、ここは毎度そんなに強くはない。強くはないから、兵力3800多めに持たせている。で、こうなることによって、ここの部隊が攻撃を受けやすくなる。受け流してみるのもありかな。場所的には平地。じゃあ今回はこんな感じでいきましょう。渦見火を置きまくって、で、相手の、まあ、様子を見るために見張り小屋を置いて、ここに清水さん置いといたら、あ、裏切り者とか言ってくるんじゃないのかな。あの、逆にこうやって、綱重置いておくと、なんか、来なさそうな気がするな。ああ、また綱重がいるみたいな感じになるんで、清水さん置いて相手を挑発して、でこっちは中央に駆けつけよう。じゃあ、江戸城決戦。行くぞ。参るぞ。とりあえずは駆けつけるだけは駆けつけてあげよう。御仏の導くままに。皆の者、恐れるでないぞ。そうだな、死を恐れるな。ご命令を。お、もう出番か。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めよ。ゲチよ、覚悟しておけ。こちらが守り側だったら相手は来るでしょう。うまいね、分かっている。罠回避ってもう罠の場所見えるって意味か。持ってはいないんですよね。なんかわざとに見えるな。絶対置いてある罠の場所分かっているだろう。ああ、けどハマる。笛が吹き飛んだんじゃないのか。敵の居所掴みましたぞ。で、吉高自分から入っていったわ。戦は始まれど結構広がっているな。で、宇佐美さんの方に来た。お命令よ、始めよ。総大将狙いか。おとり挑発とか本陣切り込みとかありそうで怖い。しかも清水さんは狙わないか。
始めるぞ。覚悟しておけ。始めよ。さあ始めようか。じゃあ剣聖様も行きましょう。覚悟せよ。別の太田系ね。好奇が向かった。直系の方の子供は佐竹にいますよね。ただこっちだいぶ引いたな。参るぞ、御仏の導くままに。ぐっ、抜かった。抜かりすぎ。我が部、思い知るがよい。ご命令を。じゃあ義理の兄の方に行きましょうか。早々と潰すのもいいんですよね。ちょっと太田さんが心配なんで、今のうちに、まあ早めですけれども本陣攻撃。まだ3つも残っているのに。清水さん抜かりすぎ。まあまあまあ基地の相手だもんな。多分分かるんだろうな、こう清水さんの動きが。綱重なんか包囲されに行っているように見えてしまう。ゲチ、もう出番。じゃあ清水さん用心使おうか。もう用心使うこともお見通しかもしれないだな。ゲチ、お覚悟。富永さんとかあの綱高あたりはお前の考えていることの手に取るように分かるわとか言われそう。いいよ、そのために兵力増やしているから。敵の居所。ほらもうあんたボコボコじゃん。で内安は引いていく。それをお五色素材そこで使うのね。もうちょいいいところで使おう。いいよ、あんた見逃してやろう。どうせ金とか潰しに行くでしょ。ゲチ、お、もう出番。で長野のじっちゃんは妹の旦那さんを攻撃中。メッセよ、やりたい、前へ、正々堂々勝負せよ。まあ言いたいことはわかる。それはわかる。ゲチよ、ゲチよ、始めるぞ。切り込め。やりたい、前へ。トキさん奮闘を使う。宇治政の追撃はじっちゃんに任せて、じゃあこっちは同じ騎馬隊の綱高引こうとしているな。お覚悟願おう、お覚悟願おう。こっちはじゃあもう一回用心。守れ、備えあれば憂いなし。やりたい、前へ、やりたい、前へ、やりよう。おお、そこに奈落。天聖様だったら奈落とか落ちてもなんかひとっ飛びでピョンってなんか穴から抜き出すとかないかな。お命令を覚悟しておけ。やりたい、前へ。ご命令を始めます。なかなか追いつかないし、そこそこ傷ついてもいる。投げ払え。やりたい、前へ。進めないのかな。御仏の導くままに。正々堂々勝負せよ。このままでは。あ、今になってそこで渦水にはまる。ゲチ、お覚悟願おう。もうあっちこっちで戦っているな。で氏康はそこ、剣聖様はまだ命令不可。みんな逃げ回っているね。やりたい、前へ。よし、やっと宇治政倒した。やりたい、前へ。我らが破れるとは。で綱隆も倒したんで、こっちはぼちぼち後ろからチクチク攻撃している。打ちてる。御仏の導くままに。始めよ。清水さんは必死こえて頑張っている。他の部隊は287だったらもう宇治安攻撃でいいかな。皆の者、
恐れるでないぞ。で、越後の竜。毘沙門天が刃なり。619。まさか、我らが。隙だらけだ。やりたい。はい。温情隊、捉えているんだ。兵力が137まで低下。で、移動力上昇しているんで、じゃあ向かいましょう。明かり乱れ流を掲げよう。さあ、早いですよ。突撃。やりたい。はい。あ、そこ。あ、おじいちゃん。なんか、玄安さんは、なんか、ね、なんか申し訳なく感じるな。てか、そういえば、残っていたな。横槍を入れろ。よしよし、富永倒した。我らが破れるとか。ふう。滅せよ。総大将は結構兵力は減ったな。残存と。己が進む道、自ら定めるべし。一、また一だよ。しかも江戸城残っている。ことじけなし。包囲はあと2日。また影虎さん一人になってしまった。この勝利、毘沙門天に捧げる。かたじけない。じゃあもう総大将やばいから部分騎乗させよう。1はダメだ。1時代も3800の持たせていて、にもうあんなに減ってしまったんだ。岬いけるかな。どこまで回復する。しかも大将綱重。ここまでは移動力は早いでしょ。で、こっからどこまで回復するか。いや、もう落ちたんかい。おいおい、こんなもんかい。言いたい気持ちはわかりますよ。これ北条は房総半島のみ。まあ、講和くらいは結んでやるか。承知いたしました。商いを始めましょう。お、一品で、あれ、この兜って今の時代おかしくないかな。塩ビ型兜、ガモさんいないしな。かしこまりました。まあ面白そうだからもらっておこう。報告いたします。ご命令を。よし、じゃあ今回はこの辺にして、次回ようやく武田家にちょっととどめを刺そうと思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。